ちゃんと布団に入れって言ってるのに、またゲームしたまま寝ちゃったのか。お兄ちゃんにしばらく甘えてダラダラしよう。あーん。じゃあ、早く帰るから反省して、今日はおとなしく寝てろ。ウマルン復活！さすがウマルのウイルスはやる気なし。チャカチャカチャン、チャカチャカチャン、チャララララララ、チャララララランランラランラ。お世話になっております。ドマ太平の妹です。ウマルがちゃんと看病してあげるから。んじゃ、買い物に行ってくるね。してあげるよ。方法はもちろんバルタでね。ネギをお尻に刺すのもいいって聞いたことあるよ。お兄ちゃんにも刺してあげよう。なにこれ、全然笑えないやつじゃん。ウマルウイルスだ。ウマルが移したせい。お兄さんはウマルが守れ。うわ、待て、こら。お兄ちゃん、わーや、お兄ちゃん、なんで休まないの。ウマル、いただきます。でー、なにこの夕食。作ってもらっといて失礼なやつだな。お前は野菜食べないから、細かく切ったり味付け工夫したり手間かけて作ってんだぞ。ほら弁当。お兄ちゃん、お弁当にピーマン入れてない。入れてないよ。でもマルちゃんもだよね。あ、私はお兄ちゃんに。好き嫌いすんなよ。2つ作るのも大して労力は変わらないって。そうかな。そうだよ。そうなの。でもすごいね、うまるちゃん。ん？朝からピーマン入りのハンバーグなんて。うまるタイプ！お前！うまる？大丈夫か、お前。変なもん食ったか？お、すごいな。まるは今、世界と繋がってるよ。何この機械。なんで机の下に？なんかいろいろ光ってるけど。どうしよう！ネットができない！そうだ！こんな大変なことになるなんて。とりあえずゲームをして落ち着こう。水かかった場合は電気通すと危ないから修理だな。パチンコでもらった。いい顔なのに不相関が。ところでタヌキチって生まれのこと。うん、だってそのフードタヌキだろ。ハムスターだよこれ。初漫画喫茶。ネットが止まってダダをこねてたら狭い。ここだけじゃなく全部の部屋が狭いんだ。でもこの狭さ、外なのにこんな格好に慣れてしまう。やっぱりこれが一番落ち着くね。住める、住めるね。ウマルはここに住めちゃうよ。お客様、まだ時間が4時間ほど残ってしまいますけど大丈夫ですか。どうも、100点。おいおい、ドマ、また100点かよ。今回の数学はかなり優しかった。俺15点だったんだけど。勉強したけど15点だぞ。俺のクレーンゲームテク見せてやるよ。あなたは帰って20点を目指す勉強しなさいよ。なんだかうるさいところね。これが景品？こんなので釣ろうなんて、なんて浅。安定して持ち上がるんだな、これが。お前はどうしてこれのやつがわからんのだ。高生だ、高生、没個性の時代に3000とかよく見たら。うそ。ただいま、ウマル。おかえりなさい、お兄ちゃん。